はい、皆さんこんにちは。例年だとこの時期に見本市が行われて、その年の最後の最新情報というのを毎年ご紹介しています。ただ今回はその見本市が行われていません。ただ定期的に最新情報自体は入ってきておりますので、すでに入荷していながら改めて動画でご紹介していない商品なども含めて皆様にご紹介したいと思います。今回もこのチャンネルを見ている方々が興味を持つであろう雷魚、ナマズ、怪魚の商品に絞ってお届けいたします。まず最初に紹介するのはボンバダアグアさんです。ボンバダさんからはまず10月末にリブワークキャップがリリースされています。発売前からツイッターなどで紹介されていたので、待っていた方も多かったのではないでしょうか。かぶり手を選ばないクラシカルなレイルロードタイプを採用、頑丈なヘビーコットン仕様、急な雨でも不快にならないインナー生地となっています。そしてボンバダさんの情報としては、アマゾンブーニーの在庫がメーカーに全くなくて、問屋さんにあとわずかというのが SNS で発信されていましたので入荷しております。カラーはベージュの方しかありませんでした。そしてこれも10月末だったのですが、つららのボンバダシリーズの今年最後の生産分を入荷してあります。クープアスだけが12月にずれ込んでいます。少しだけ在庫があって、10月末に欲しいという方に取り置きをお願いされていて、偶然にもタイミングがバッチリでした。次に紹介するのはアブとディスプラウトのコラボリールです。2021年秋のアブリール関係最新情報のコメント欄にアブとコラボのカージナルについてご質問をいただいておりましたが、あの時点では案内がありませんでした。その後情報が入りましたので皆様にもシェアいたしますね。こちらもアンバサダーと同じ100周年モデルで CDL 仕様です。ゴールドの銘板や金メッキハンドルがかっこいいですね。化粧箱にステッカーが貼ってあるとか、キーホルダーが付属しているとか嬉しいです。アブの100周年は以前リリースされたキーホルダーとバッジのセットとフィッシングバッグのセット、そしてアンバサダーでもう終わりかと思わせておいて、最後にカーディナルを登場させてきましたね。予定では12月末から1月ということですが、アンバサダーと同じで振り分けになりそうなので、声をかけてくれた方にお出しできればみたいな曖昧な対応になってしまいそうです。次に紹介するのはロデオクラフトさんの情報です。ロデオさんから連絡があって、全てのルアーロッドが原材料価格の高騰などによって12月から値上げされるという情報がありました。もちろん雷魚ロッドもそうなってくるので皆様にご報告いたします。でんでん丸には現時点で在庫がないので、12月以降に入荷する分は値段が変わってしまうのでご了承ください。具体的には定価が全て5000円ずつ上がってしまうそうです。でんでん丸では基本1割引いているので、定価に5000円プラスして、そこから 10% で計算してそれぞれの価格を見ていただければと思います。次に紹介するのはアンデッドファクトリーさんです。アンデッドさんは今までロッドとスプーンのメーカーさんでしたが、初めてプラスチックルアーをリリースします。サンプルを見せていただきましたので皆様にもシェアします。ダブルマイスターのこだわりが詰まっていて楽しみですね。カラーはこれだけあって、ハイフロートとフロートの2種類があるそうです。基本トラウド用ミノですが、南国のライトゲームにも使えそうだと判断してここで紹介しました。次に紹介するのはフロックプロダクツさんです。10月末にウッドの完全ハンドクラフトルアーフローターボーイを入荷しております。公式ブログには全てのブランクを使い切り最後の全国発売というふうに発表されていました。カラーはこの4色です。完全ハンドクラフトということで細部までこだわりが見られます。ただすごい人気で入荷してすぐなくなってしまいましたが、この作りとかカラーとかを皆様にお見せしたくてあえてご紹介しました。ブログといえば発売などはまだ完全に未定なのですが、ターポリンメジャーというのも紹介されていたのでご紹介いたします。次に紹介するのはガンクラフトさんです。ガンクラフトさんからはおなじみのジョインテッドクロー70からソルトカスタムがリリースされます。
今までは南国のライトゲームをはじめ旅の釣りにいいのではないかと判断して過去にもブラックバス用やトラウト用を紹介してきましたが、沖縄や海外の釣りを考えると今回のソロト仕様というのが一番向いていますね。カラーも派手だったりエビを模していたり笛台系やメキなどに力を発揮しそうですね。ジョインデッドクロー70は豚屋さん限定の極上カラーの案内もいただいております。この4色です。これもソルトっぽいカラーで海外の釣りに力を発揮しそうです。次に紹介するのはエクストリームさんです。つららのハーモニクスコローナ 80XHSC-XH というジャイアントベイトをキャストできるモデルが新しくリリースされます。少し前にデプスさんのヒュージペンシルを紹介しましたが、ちょっとマニアックかなと思いつつすぐに売り切れてしまいましたし、ブログで赤目の超過報告を紹介しましたが、このアングラの方もジャイアントペンシルが熱いというふうにおっしゃっていました。こんな感じで大きなルアーで赤目やシーバスを狙うという今の流れからリリースされる新モデルかもしれませんね。ストローセッティングで高知県や熊本県のメインテストフィールドで使いやすいというふうに書いてあるのが期待できますね。次に紹介するのはモンスターキスさんです。まずちょっと前になりますが、新しいテンカラロッド HT26 を入荷しております。ハンターズシリーズですが、決して MX1 の廉価版というノリではなく別のアプローチをしているというのが説明を見ているとわかります。延べ竿としても使えますので興味がある方はご検討ください。構造特性はこんな感じになっています。じっくりと読みたい方は一時停止をしてご覧ください。それと10月生産分の MX7S と MX インフィニティを注文し入荷しているのと、モンキスさんのサイトでは売り切れになってしまっている MX8 プラスもでんでん丸には在庫ありますのでご案内いたします。ただ在庫というのは常に変わっていきますので必ず在庫チェックページをご確認ください。動画説明欄に URL を貼っておきます。動画の編集中に11月15日に釣り人社からアブの本がリリースされるという情報が入ったのでご紹介いたします。本の情報自体は数ヶ月前からもらっていたのですが、公式サイトにも出ていなくて具体的な発売日も分かっていない状態でした。ようやくはっきりしたような感じですね。内容としては100周年ということで100年史だったり日本でのアブの歴史を語る上で外せない雷魚の話、そして今熱を帯びている 2500C とかの小型アブのテーマなどです。意外だったのはブラックバスのことがあまり載ってないことですね。日本にアブを広めた最初の人は表紙を飾っている海子さんというのは全く異論はないのですが、その後日本のルアー少年たちに大きな影響を与えたのりさんとか、日本の市場に大きな経済効果を生んだ今勝さんとかの記事がないみたいですね。ただバス用プラグを投げてシーバスとクロダイを狙うとかカスタムについてとか最近の CA ファクトリーチューンについて載っていたりとか、ユニークでバリエーションが多くて期待できそうです。ということで2021年最後の最新情報をお届けいたしました。現在はすでに緊急事態宣言も解除されていますし、感染者数も大幅に減っておりますので、フィッシングショーやキープキャストも確実にやるだろうなというふうに期待していましたが、とりあえず大阪のフィッシングショーは中止になってしまっているようです。ただキープキャストなどは行われると思いますし、その時期に行われる見本市も案内が来ているので、来年は今年よりも充実した最新情報を皆様にお届けできると思います。ということで2022年の最新情報も楽しみにお待ちいただければと思います。